はい、ボノボの研究をしている横山拓真です。実はですね、私ボノボ研究以外でもですね、新しい研究をしたいなと思いまして、最近ですね、新しい研究を始めるためにニホンザルの調査ですね、観察をしてきました。この動画ではニホンザルのことについて話していきたいと思います。はい、まずニホンザルなんですけれども、まあ、ニホンザル名前にもある通り、まあ、日本にしか、野生のニホンザルはですね、日本にしか生息していないんですけれども、まあ、ニホンザル多分皆さんもいろんな場所で野生のニホンザルというのは見ると思うんですけれども、主な調査地を挙げるとするならば、こちらのマップのピンに刺さっているところですね、南ですと屋久島ですね、屋久猿、まあ、これは亜種にも当たると思うんですけども、屋久猿、屋久島にもニホンザルがいます。そのちょっと上行くと宮崎の高島にもこちらニホンザルが生息していて、まあ、その上ですと高崎山ですね、高崎山にもいて、まあ、京都にもニホンザルはいます。嵐山ですね、嵐山にもニホンザルがいまして、それをもうちょっと北に行くと金華山ですね、今度は宮城県ですね、金華山にもニホンザルがいて、一番最北端は下北半島ですね、こちらもニホンザルがいます。こちらのニホンザルは最北端のニホンザルですね。霊長類も見ると猿ですね、猿を見ると世界的に見た時でも一番北に生息する、最も寒い地域に生息する猿と言われています。そして今回私が調査してきたのは真ん中ですね、長野県の地獄谷というところでニホンザルの調査をしてきました。こちらの地獄谷の、ニホンザルについて、話していきたいと思います。はい、こちらが実際に地獄谷の風景なんですけれども、ご覧の通り雪がたくさん積もっています。非常に寒い地域にニホンザルたち生息しています。まあ、不運なこと、まあ、幸運なのかもしれないですけれども、この日、観察した時ですね、数年ぶりぐらいに大雪が降ったそうで、このようにもう1日で膝上まで雪が積もるぐらい大量の雪が降りました。こちらが地獄谷の周りの風景ですね。はい、こちらが実際に地獄谷野猿公園ですね、餌付けがされているんですけれども、ニホンザルに餌付けですね、餌を与えているんですけれども、野猿公園、こちらで調査をしていきました。まあ、こちらもご覧の通りもちろん雪が降っているので非常に寒い場所で、ニホンザルの観察をしてきました。はい、こちらがメインのそのニホンザルですね、地獄谷野猿公園のニホンザルたちなんですけれども、地獄谷野猿公園一番有名なのが、ニホンザル温泉に入るという非常に面白い行動を見せてくれるニホンザルたちです。ご覧のようにニホンザルたちが、まあ、暖かそうに気持ちよさそうに温泉に入っているんですけれども、この温泉に入るニホンザルということで、まあ、スノーモンキー、まあ、雪がたくさん降っているのでスノーモンキーと、評されることもあるんですけれども、このようにニホンザルたちがたくさん温泉に入っていて非常に見ていて面白くて、まあ、こちらまでリラックスさせてくれるような、行動を見せてくれます。まあ、新しくニホンザルの研究も始めたいと思って観察をしてきたんですけれども、そのボノボとですねニホンザル、せっかくなのでこちら、2種について比較しながら、少しずつ解説をしていきたいと思います。まあ、進化の系統樹を見るとニホンザルはオナガザル科ですね、オナガザル科のニホンザルで、反対にボノボはですねヒト科ですね、ヒト科のボノボと言われています。共通祖先から分かれてオナガザル科、ヒト科、ヒト上科ですねに分かれて、進化したということですね。ただここで注意していただきたいのは、よくボノボのことをたまにサルと表現される方がいるんですけれども、ボノボはサルではないんですね。ボノボは類人猿なので英語で表記するとエイプですね、エイプで、反対にニホンザル、オナガザル科のニホンザルというのはこちらがモンキー、サルにあたるで、ニホンザルを表現して、サルという言葉を使うのはいいとは思うんですけれども、ボノボをサルと表現することは実は間違っていることなんですね。ボノボはヒト科なのでエイプですね、エイプ、類人猿のボノボ、反対にニホンザルはオナガザル科のニホンザルなので、こちらはモンキー、サルと表現していいと思います。はい、ボノボとニホンザルを比較するともちろんたくさん違いというのはあるんですけれども、ここで大きく4つのポイントに触れながらそのニホンザルとボノボの比較をしていきたいと思います。ボノボの場合ですと社会構造がですね父系社会となっています。父系社会というのはオスが生まれた集団をずっと一生ですねそこで過ごして、メスが反対にですね
生まれた集団から性成熟ですね、成長すると生まれた集団から外に出ていって他の集団で暮らすという特徴を持っています。これが父系社会と言われています。反対にですね、ニホンザルの場合ですと母系社会を築いています。母系社会なのでメスが生まれた集団に一生残り続けて、オスが反対にですね外に出ていくという特徴を持っています。ボノボの場合ですと父系社会を築いていて、反対にニホンザルの場合だと、母系社会を築いています。次に、社会的順位についてボノボとニホンザルについて比較していくと、以前の動画でもボノボの社会的順位については紹介しているんですけども、ボノボの場合ですとメスの順位というのが、社会的順位が、メスの方がオスよりも高くなっています。反対にニホンザルの場合ですとオスの社会的順位がメスよりも高くなっています。なのでボノボの場合ですとメスがランクが高いのでメス中心社会、反対にニホンザルの場合ですとオスの方が社会的順位が高いのでオス中心社会と表現してもいいと思います。次に群れの数についてなんですけれども、ボノボの場合ですと、例えば私が調査をしている E1 グループですと、ボノボたちが約40頭存在しています。他にも群れはたくさんあるんですけども、ボノボの場合ですと一つの群れに約30頭から40頭ぐらいの個体がいると言われています。反対にニホンザルですと群れの数、一つの群れの数というのが非常に多くてですね、100頭以上にもなることがあります。地獄谷の場合ですと、約160頭ですね、一つの群れに160頭個体がいるということで非常に多い、ニホンザルたちがいて、私も観察をしていて非常にびっくりしました。最後に繁殖についてニホンザルとボノボを比較したいんですけれども、ボノボの場合ですと周年繁殖と言われていて、例えば私たち人と同じですね、人も周年繁殖なので一年中子供を残すことができる、繁殖活動をすることができるんですけれども、ニホンザルの場合ですとボノボの周年繁殖とは違って季節性繁殖を行います。季節性繁殖というのは、1年の中で限られた期間にしか繁殖行動を行わないということですね。ニホンザルの場合ですと秋から冬にかけてですね、メスが発情してそこで繁殖活動ですね、交尾をして春から夏にかけて子供を産むという季節性繁殖の戦略をとっています。こちらの繁殖行動についても周年繁殖と季節性繁殖があって、ボノボとニホンザル大きな違いの一つだと思います。はい、今回の動画では、私の新しい研究ですね、ニホンザルの研究について少し紹介をしていきました。このように写真を比べると、ニホンザルもボノボもですね、非常に愛らしい動物で、観察をしていて研究をしていてすごく面白いんですけれども、今後もですね、もちろんボノボの、研究の話であったり、ボノボの紹介もこの YouTube を通してしていくんですけれども、これからはこのニホンザルですね、私の新しい研究の対象でもあるニホンザルの話についても少しずつ YouTube を通して話をしていきたいと思います。